本和次郎7月10日から1973年10月27日は、建築学者、民俗学研究者。早稲田大学理工学部建築学科で長く、教壇に立ち、日本建築士会会長ほか、団体の要職も多く務める。民家、服装研究などで業績があり、光源学を提唱し、建築学、住居生活や衣装研究などでも活躍した。文化女子大学短期大学部、現文化学園大学短期大学部との関わりもあり、家政学を教えていたこともあるが、旧来の家政学や社会政策学への批判認識から生活学を提唱した。後に、日本生活学会を発足させ、会長に就任。関東大震災後、ナッパ服を着るようになり、結婚式や宮邸への訪問、大使館でのパーティーなどにも背広でなく、ジャンパーで通した。白帽会傘下より橋を発する、柳田国男門下としての民家研究、日本全国と大陸にわたる農村、生活調査活動、関東大震災後のバラック装飾活動による、独自の視点から都市と生活復興への関与と、風俗観察、生活文化の流れからの服装研究など、研究者としての調査研究活動範囲は多岐にわたる。1910年代から石黒忠厚から、いろいろな形で調査費を援助され、国の各種機関の役員に就任し、国の政策と関わっていく。戦前期は、内務省社会局や地方局の生活改善事業の推進を担い、戦後も GHQ の農村改善事業を進める役割を担うほか、農林省や文部省、厚生省の仕事も多く担い、様々な団体の会長にも就任しているほど、組織的な活動を率先して実施。建築組織の活動は建築士会のほか、新日本建築家集団委員長を務めていた。また、政治的活動は日本社会党北多摩支部長を長きにわたり務め、党勢拡大の貢献により、川上丈太郎から表彰されているが、シンパシーは当時民社党の方であったという。服装研究以降、白い麻のスーツを着て、パナマハットをかぶっているような格好から、冠婚葬祭でもジャンパー着用へと達したが、和次郎のクローゼットにはジャンパーが20着ぐらい並び、どれにしようか選んでいたという。本和次郎本人によると小さい頃から勉強は嫌いで絵を描くのは好きであった。町内の家の格子をずっと描いている少年だったという。東京美術学校時代は、叔父の医学者、近弘の家に寄宿し、アルバイトで人体解剖図を制作している。また、弟の今純三は銅版画家になった。美校を卒業し、早稲田大学に赴任すると、早稲田では第2部理工学部に研究室を設けた。1984年、現西東京市保谷の自宅書斎に残されていた資料、及び蔵書一式が近和次郎コレクションとして、工学院大学図書館に収蔵される。1988年には、生誕100年記念展、光源学は、今が東京銀座で開催される。2011年から2012年にかけて、近和次郎最終講義展が、青森、東京、大阪で開催される。今は民家研究で業績を上げたが、光源学研究などのため、柳田国男に破門されたと称したが、一方で、柳田の方は、和次郎の弟子、竹内義太郎に、破門した覚えはない、君からそう伝えておいてくれと答えている。建築の実作では、バラック装飾社時代の神田東上書店、カフェキリンなどのほか、雪の里情報館1938年の秋田県立青年修練農場、旧渡辺仁吉邸、インテリア、家具がある。光源学民家論民家、最終住居論生活学家政論服装史服装、研究造形論。ありがとうございます。